長崎高等商業学校は、1905年3月に設立された旧制専門学校であり、略称は長崎高賞である。この項目では、改賞後の長崎経済専門学校についても扱う。旧、長崎高等商業学校研究官明治期の長崎高等商業学校で彩式絵はがき、手前の橋が現存するくぬぎ川橋である。 長崎高等商業学校は1905年3月直例第96号により東京の第一高等商業学校、神戸の第二高等商業学校に次ぐ全国で3番目の管理高等商業学校として完成交付され設立された。本校の設立には地元の長崎県による高等教育機関設置運動があり、同県は1901年、 官立長崎医学専門学校の誘致に成功した後、1903年には九州帝国大学の誘致を福岡、熊本両県と争って敗れたため、官立高等商業学校の誘致に目標を切り替え、福岡、熊本、佐賀の3県と争った結果、長崎での設置が決定したものである。初代校長には東京大学理学部出身の熊本優奈が、 就任し、同年9月の開校後、1905年1月までに、校舎などが完成して1907年7月には開校式が挙行され、1908年7月には第一回卒業式を行った。長崎校賞は、先校の東京校賞に習い、商業学校出身者よりも中学出身者からの入学者を中心としたが、教育に関しては、神戸校賞と同様、 実務の習得を中心とする方針が取られた。特に商品知識を学ぶための商品学が重視され、工業製品、商品を陳列する商品館が設置された。この結果、本校の卒業者は半数近くが銀行、会社、商店員の職に就いた。また本校は、設立時より清、清し藩、南洋方面に有非活躍すべき人材の育成を、標榜しており、 開校当初は、第二外国語として、清志、藩、独の御言語の選択が指定され、1907年度より、清志、藩方面への修学旅行を開始した。第一次世界大戦開始に伴う日本の東南アジアへの経済進出拡大により、各管立交渉で貿易実務者の養成課程が設置されるようになると、1917年5月には、長崎交渉でも、 海外貿易課が設置され、交渉卒業生を対象として、国際貿易、国際商業業務に従事する人材の育成が進められ、1923年以降、本課でも東南アジアでの活動を念頭に、第2外国語としてオランダ語、スペイン語、マレー語のみこ語が追加された。1923年1月には中国からの、 留学生を対象に5ヶ月間の準備教育課が設置され、どうかはその後の改変を経て、最終的には修行年限1年の特設予課となった。さらに1929年3月には、中等学校卒業者を対象とする修行年限1年の貿易別課が設置され、死な、南洋貿易業務が、促成学習を目的とした。 以上のような教育過程の充実と並行して研究活動も活発化した。1919年11月に竣工した研究館は戦術の海外貿易化の研究拠点とされ、1921年4月より年報商業と経済を完工した。1941年12月、太平洋戦争が開始されると、 学徒出陣に向け修行年限が2年9ヶ月に短縮され、卒業式は繰り上げて実施された。さらに、戦時体制の下で、交渉は、軍部から不要不急の教育機関とみなされるようになり、1944年4月には、国内の管理交渉のうち3校が、工業専門学校に転換され、残りも、経済専門学校と解消された。 長崎交渉は交線への転換は免れたが、工業経営専門学校を併設することとなり、長崎経済専門学校と解消し、卒業までの交渉生の受け入れ期間として扱われることとなった。また戦時職が強まる中研究官も1942年9月には、大東亜経済研究所と解消された。しかし、 戦局の悪化とともに1944年5月以降、学徒動員が開始され、生徒たちが三菱兵器製作所、三菱造船所、川南造船所などに交代して出勤するようになると、共戦、公共戦での教育は次第に軽外化していった。戦争末期の1945年8月9日の原爆投下に際しては、共戦のコーチは、 爆心地から離れていたため学校自体の被害は、緊張で壊滅状態となった長崎以来の臨時本部が設置されることとなったが、動員先での被爆により27名の犠牲者を出した。戦争終結に伴って、学徒動員が解除、1946年4月には、工業経営専門学校が廃止され、大東亜経済研究所が産業経営研究所と解消されるなど、 戦時体制からの離脱が急速に進行した。また、公共線の設置によって、休止となっていた貿易別化も1947年に再開された。そして戦後、管理交渉の中では、歴史が古く、名門意識も強かった長崎共戦は、学生改革の中で、単独での大学昇格を目指したが実現しなかったため、同じく、長崎県下の長崎以外、 長崎高校、長崎市販、長崎青市の4校とともに、新生の国立総合大学に統合されることとなった。そして1949年5月、国立学校設置法に基づき、新生長崎大学が発足すると、その経済学部の構成母体となるとともに、同校に包括され、長崎大学長崎経済専門学校と、解消された。 そして1五十一年三月、最後の卒業式が挙行され、長崎教戦は廃止となった。新請移行後の長崎大経済学部は、長崎医大を継承し、新請長崎大で学長を輩出した医学部への対抗意識が強く、そのことが本部と独立した位置にある片淵コーチへの愛着につながり、キャンパスの移転に対して強い抵抗を示したことから、現在に至るまで、 高知の統合は実現していない。交渉、共戦の海外貿易化は申請以降後、1968年に設置された経済学部貿易学科の基礎となり、長崎交渉、研究官を継承した産業経営研究所は、1962年設置の長崎大学経済学部東南アジア研究所に継承され、現在に至っている。 またエ時期の1944年6月、商業と経済から経営と経済に改体された長崎共戦の研究年報は、申請以降後は長崎大学経済学部の起用士として継承され、現在は同学部経済学会を発行主体として観光が継続している。長崎交渉時代長崎共戦時代設立時のコーチは、 長崎県西園の玉城長崎村麻平淵里。1903年の完成交付後、この地に12,912坪の敷地が求められ、交費368,800円で、同年4月に着工、1905年1月に校舎が完成した。その後、片淵校舎の所在する上長崎村は、1920年10月に、 長崎市に編入され住居表示が変更されたが、第二次世界大戦後の学生改革を経て、長崎大学経済学部キャンパスとして継承された。申請以降後の1964年、長崎大の本部キャンパスに所在していた、工学部との工地交換が拡作された際、経済学部は一致して、この計画に反対したため工地移転は実現せず、 現在に至るまで経済学部キャンパスとして利用されている。交渉、共戦時代の施設の中にはいくつか現存、現役使用されているものがあり、交渉の研究館は現在は同窓会事務所、経輪会館として内部の長度も含め休館を保っている。また、交渉正門と校舎の間に流れる西山川に架けられたくぬぎ川橋が現役で使用されており、 交渉時代のレンガ造り倉庫も現存する。また、旧制時代の表門英書もフラワー園に移築され現存している。1945年8月9日の原爆被災時、長崎京泉の片淵校舎は、爆心地から 3km 程度離れており、またコンピラ山に遮られる位置にあった。そのため校舎は、中波程度の損壊に止まり、被爆者の救護所に当てられた。 9月以降は、爆心地近くで壊滅的打撃を受けた長崎医科大学の臨時本部がここに移転された。しかし、三菱兵器製作所大橋工場などに教職員、学生が勤労動員されていたため、これを中心として多くの死傷者が出た。政治、行政経済研究者、学者宗教文化長崎工場は公式の講師などでは、しばしば、 第三交渉とされているがそれは以下のような事情に基づくものである。すなわち、山口交渉は明治38年2月24日直例第40号に基づき山口高等学校から転換された一方、長崎交渉は同年3月28日直例第96号により開設され同年9月に授業を開始した。このため法的設置順、 開校順とも山口が長崎に先行していたが、同直例第96号中の記載順序が、山口交渉が高等学校からの解消であったため、第7高等学校増資官の辞位のままとなっていたのに対し、長崎交渉は新設であったことから、東京交渉、神戸交渉の辞位とされていた。なお、完成上の記載順序は、三年後の明治十一年、直霊第十六号、 長崎高等商業学校の次に、山口高等商業学校を変え、第七高等学校増資官の次、山口高等商業学校を、作り、第八高等学校を、過負、多略によって見直された。この直例改正の理由書には、本案中山口高等商業学校の順序を変更せんとするは、本校は、元山口高等学校の改め書なるがゆえに、その1、 従来のままなるも東京、神戸、長崎の各高等商業学校は一緒に、歴史あり一人山口高等商業学校のみ、第七高等学校増資官の次位にあるか、ため他の高等商業学校と組織及び程度等、全く別種のものとの誤解を来たすの恐れありづいて、生、重募集上及び卒業生就職等に不便、少なから猿によると記されている。単行書論文。 ありがとうございます。